なんとかやっつけてきたな。10個ぐらい読むニュースピックしたら、あれだな、訳してってどんどんツイートしてった方がいいね、これ。もうモンガの方がいいんじゃないの？なんかすごい武器持っとるね。ふう。I'll treat you to dinner tonight.夜飯を凝らしてってことでしょ。Don't mention it. やっとこれであれだな。昨日の夜書いた自分のブログぐらいの時間まで来たな。だから、こっからあとあれか ?9 時、8時か9時に改造で3時間ぐらい遡るやんか。I'm just returning a favor. もうこれあれだな。本当に爆速で量こなせるな。Thank you for all you've done. Thank you for all you've done. You've done で、もう済んだことじゃダメなの。完了だよね。You have done だよ。過去完了だよね。Don't be such a stranger. Don't be such a stranger.なんか強いね。You'd have done the same for me. You'd have done the same for me. あ、そういうことか。I'll treat you to dinner tonight. なんかね、ここ地味に体力出る覚えが何これ。Don't mention it.なんだこれ。ちょっと同じ出来にするわ。I'm just returning a favor. I'm just returning a favor. これあれなんだな、ツイッターでもなんて言うんだろう、一日の戻ると重くなると一緒で、フェーデリーもこれ何時間前とかに、10時間以上前とか戻っていくと重くなるんかな。 Thank you for all you've done.Thank you for all you've done. ファンタスティックでこれ出が強いね。多分そういうことだろうね。Don't be such a stranger. Don't be such a stranger. 水臭いなになるんだ。You'd have done the same for me.直訳と意訳とかなりあれだね。I'll treat you to dinner tonight. ビトコも激しく叩かれてるね。Don't mention it. I'm just returning a favor.Returning favor. Favor を戻すってことだよね。感謝を戻すってことだもんね。It's the least I can do. It's the least I can do. I can do できます。Least. これほども。Well, would you mind buying me coffee tomorrow?Well, would you mind buying me coffee tomorrow? Buying ってそういうふうに使うの？ I don't know how to thank you. なかなかこれはいいな、勉強になるな。Think nothing of it. Think nothing of it. ありがとう、nothing言って。おー。これは勉強な。You may help me next time.
It's the least I can do. これは絶がなかなかあれだな。って言うと、ナッツさん、なんか、あれだろうな、多分。やりごたえがあっていいって絶対言う。Well, would you mind buying me coffee tomorrow?トリートじゃなくてバイングでもいいんだね。I don't know how to thank you. 今日はゴーン会長ばっかりだろうな。こう巻いたんか。Think nothing of it. You may help me next time.これ多分ラスボスよりこいつのがめんどくさいんじゃないの。どうせ怒ったらめっちゃ攻撃力上がるんだろう。Thank you for all you've done. Don't be such a stranger. 結構直訳していかん文章多いよね。そんな変じゃないようにっていうのもね、直訳するとね。You'd have done the same for me. You'd have done the same for me. これ要は僕はあなたの立場でも助けるよみたいなふうに多分言いたいんでしょう。要は。I don't know how to thank you. I don't know how to thank you. わかりません。どうやってありがとうを言ってというのも。これで16時間。Think nothing of it. 17ぐらいまであんのなんかな。イットはもう漠然としてるよね。You may help me next time. なかなかこれいいな。Thank you for all you've done.You've done でも完了してるのね、ドーンだけど。Don't be such a stranger. 本当にこのスライズのこのカオスだな、これ。You'd have done the same for me. どこら辺までだ、もうそろそろ。昨日見たとこぐらい前戻れると思うんだけど。I don't know how to thank you. たぶんこれデフォルトだよね。Twitter でもそうだもんね。例えば朝見るときなんか15時間ぐらい遡るんか、寝とるで。Think nothing of it.寝とるし、もう6時ぐらいから多分見んからそこぐらい前遡るけど。最後の方の13時間とか14時間ぐらいだと重くなるもんね。何にもブラウザ開いてなくても。You may help me next time. あれ、ツイッター行かな、スマホのアプリで見ると途中でなんか変なとこ触ってパッて元に戻っちゃってそこまでもう戻れなくなるよな。It's the least I can do. それが辛いわ。It's the least I can do.リースとかだから福祉っていうかあれ比較対象だよ。Well, would you mind buying me coffee tomorrow? あれだよね。サッチみたいな感じだよね。これくらいとか、その程度とか。I don't know how to thank you. あれさっき怒ったかどうか見んかったな。忘れとったすっかり。Think nothing of it.これなんかでも今回みんなゴリゴリの火力で押してくるね。You may help me next time. I don't know how to thank you. これさ、今なんか日本語翻訳したんだけどすごいおかしな日本語の文章になったよ。Think nothing of it.なんであれだろうな、日本語の文章を
あれだろうな。わざわざ変な日本語にこれ勝手になんか翻訳するんだろうな。You may help me next time. まだそこ。You may help me next time. Google の言語翻訳技術が、あれなんかな、向上してないんかな。Thank you for all you've done. びっくりしたわ。もう済んだことだとあれなんか。Don't be such a stranger. だって、カップラーメンのウニのニュースが、見慣れ変ななんか、ウニがウモかなんか変なふうになったもんな。You'd have done the same for me. やっぱこれデフォルトだ。ブラウザの量とかじゃないよ、これ。I'll treat you to dinner tonight.見とるニュース量が多すぎるんだ。さあそうだな、サイトだけでこれ多分どんなもん500個あるよな。 Don't mention it. 数えきれんもんな。片っ端か登録しとるな。 I'm just returning a favor. 1時間のニュース量でこれ多分 100記事ぐらいあるんじゃない。Thank you for all you've done. おこする？あ、怒っとるな。これちょっと取っとくか。まあ、ブログ用はまああれか。なんかあれだな、最近動画の方が力入ってきとるもんな。ブログの写真とかデラおろそかないとるもんな。Don't be such a stranger.You'd have done the same for me. なんか今日あれだな、OKX の先物あれはなので損失かぶっててなんかそんな記事ばっか。It's the least I can do. It's the least I can do. もう一回あれだね、言霊じっくり見とここの言い方とかなんかいろいろ面白いよ。Well, would you mind buying me coffee tomorrow?なんか英語のこういう、なんだろう、間違えてみるから知らない解釈とか見たりなんか理屈するので、ちょっと I'll treat you to dinner tonight. デラ楽しいわ。うん、これまあいいよね、それが仕事だな。楽しいよな。Don't mention it. そうだな、これ怒った後になんか、でもあれだろ、なんか落ちた。でこれつい見ると多分ナチさんもあれだろうな、昨日やっとるだろうな。これいかんな、夜は飲んで書くともうそこまであれだもんな、たどり着かんもんな。あれはでも本当飲むのやめた方が集中力上がるだろうな、もっとできるし。そうすると寝不足になるという可能性あるんだよ。鶴の航路、本当このゲーム難しい感じよ。これでも多分強いんじゃないの、これ多分進化させると多分あれでしょう。多分これ敵単体にダメージ中だけど敵単体に大ダメージに多分なるでしょう。で攻撃力もすごいね、これは。逆にあれだな、デツが思いやられるな、これは。なんかもらった人で切迫してきとるな。まあいいや、とりあえず終わり。